江南市です。改めましてですね、江南市で移住相談員をしています小松です。よろしくお願いします。はい、改めまして県全体の移住の相談員をしております岡村と申します。お願いいたします。江南市のツアー先は江南市吉川町にあります土佐角広海山さんです。まず江南市吉川町というのは どういうところにあるかといいますとですね、地図で表しますとこの辺りに位置しております。でですね、江南市吉川町には南国の雄大な海を背景にした開放的な四国最大級の野外ステージ天然色劇場があり、夏に開催されるみなこい港まつりではステージにて県下有力チームのよさこい踊りを見ることができます。また桜の名所である桜つづみ公園はバードウォッチングや夜景スポットとしても人気となっており、なんと世界最大級の雲梯モンキーバーは長さ102メートルもありギネス記録に認定されています。そんな吉川町にある土佐角広海山さんでは自慢のちりめんじゃこを販売しており、なんと毎週土曜日にはちりめんじゃこをあったかいご飯の上に乗せて食べることのできるのっけ放題ちりめん丼を販売しているお店となっております。そんな江南市吉川町にある土佐角広海山社長さんに今日はいろいろとお話を聞いていこうと思います。それでは社長よろしくお願いします。あ、どうもこんにちは。江南市にあります土佐角広海山と申します。ようこそちりめんじゃこ丼へ。じゃこ丼試食をさせていただく、ね、ということなんですけれども、はい、店内にちょっと早速お邪魔させてもらって、はい、構いませんでしょうか。それではどうぞ。いただきます。美味しいですか？美味しいですね。なんか食感がちょうど真ん中なので、うん、3種類のおじゃこの食感が違ってすごい美味しいです。ちょっとこの一番ソフトのところ、うん、うん、なんかソフトのところは口を見たらこうパッと溶けるような、また食感が違う感じですね。美味しいです。アリバスの香りがすごく効いてて、もうさっぱり、もういっぱいパクパクいってる。いけますか？また社長、今のお仕事っていうのはどういったきっかけで始められるようになったかお伺いしていいでしょうか？はいはい、うん、私実はあの神戸の方の出身なんですけども、たまたま嫁さんと知り合ったのが神戸の方でして、まあ、こちらの方で、ちょっと仕事をしてみないかというふうにあの嫁さんのお父さんの方から言われましてね、それが約15年前ですね。でそれでまあどうしようかなと考えてたんですけども、せっかくだからやってみようかと思って、まあ、こっちに来させていただいたのが始まりですね。やっぱりこう実際にこっちに来るときって慣れない土地で、うん、すごく不安なこととかっていうのはなかったんですか？そうですね、結構ね若い頃から割とあっちゃこちゃ言ってましてね、学生の時は北海道に行ったり、それから最初に仕事って行った時には愛知県、それから北陸3県とうとういろんなところがあってましたんでね、案外そのどこどこ中そういうイメージはなかったんですけどね。はい、実際にこっちにも高知県に来ようかなって思ってから実際に引っ越しをしてっていうまでのこう移住を考えた期間っていうのは大体どれぐらいありましたか？そうですね、まあ、仕事の兼ね合いもありましたんでね、半年ぐらいはやっぱり時間はありましたね。高知県に移住してきて、やっぱりいいところとか悪いところとか感じたこといろいろあったかと思うんですけれども、今ですねこう実際に来てみてはどうですか？感想として聞かせてもらってもいいですか？そうですね、正直ね、何もないところです。この江南市ってね、江南市って何もないところなんですけど、その何もないところがいいのかなと、例えば伝統ありません。この江南市吉川町に関してなんですけども、伝統がありませんから夜は真っ暗です。その代わり夜は真っ暗なんですけども、お星さんがすごく綺麗です。うん、とか例えば夜は真っ暗なんですけども、本当にお月さんが綺麗に見えますとかね、田んぼがいっぱいです、カエルの鳴き声なんか聞いたことないんじゃないでしょうかとか、まあ、極端に言えばホタルもいます。まあ、こういう世界っていうのはなかなか他のところにでは見れないのかな。
かといってそうそう不便でもないんですよね。車で5分程度のところに行けばスーパーもあるし、学校もあるし、病院もあるし、全て揃っておりますんで、こういう自然が大好きな方に関しては非常に最適な場所であると思います。はい、やっぱり夜ってこう結構街灯がなかったりとか、うん、静かでってなると、うん、ちょっとこう不安なところとかもあったりしますけれども、うんうん、実際こう普段都会とかに住まれてる方だったら、うん、落ち着いてこう眠れたりとかっていういいところもあるかなとは。そうですね、うんうん、落ち着いて眠れる、それこそ虫の音色に耳を傾けながらっていう感じですかね。ありがとうございます。はい。